はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全科式丸6をお送りします。で、これでね、6本目ってことでだいぶやってきましたけど、ね、また違うタイプのね、全科式のね、一般項を求める問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、今ね、2もありますけど厳しいなと思う方は今から両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、ちょっと判断がしにくいんです。例えば前回みたいに an 分の1とか出てきたらさ、あのやり方ねみたいな気づけるんですけど、で、今回もしあと時間に余裕がある方の中で全科式丸4をまだ見てない方がいたら、そことちょっとセットで見ていただけると、勉強しやすいと思うんですけど、そのね、丸4の時の問題が、それね、1問だけだったんですけど、待って、 an プラス1イコール 3an プラス 4n だったんです。まあ、初項ありますけどね。で、この時のやり方が a の n プラス2から a の n プラスを1を引く、で、そっからまあ切り崩して倒していくっていうやり方でやりました。で、その時にちょっと自分がね、良くない表現をしちゃったんですけど、この an プラス1とか al に係数、まあ今だったら3だね、がくっついてて、しかもここに n がある時って言ってしまったんだよね。まあ、このやり方しますよって言ってしまったんですが、ちょっとそれはね、正しい表現ではなくて、今回もそうじゃないですか。係数がついてて n がいるんですよね。でも、このやり方で解けないんです。今度はこのやり方じゃないんですよね。で、なんでかっていうと、この赤のこの式、なんでこれで解けるかっていうと、これをやることによって n がなくなるんです。この後の計算した後に。で、n がなくなるから解いていけるっていう、切り崩していけるっていうタイプだったんですけど、これ残るんですよ。やってしまうと。だから意味がないのね。切り崩せないと。じゃあ、どうするかっていうと、また新しいやり方で、あるものをかけたり割ったりして変形っていうよりも形を変える、変形じゃねえや、変形っていうよりも計算をしてちょっと状態を変えます、こっから。で、まずこの問題に関して何するかっていうと、2の n プラス1乗で割ります、両辺を。いい、2の n プラス1乗で割ると。そうすると何が起こるか、割るからね、分母にくっつくんですけど、ここまあ分母にくっつくだけなので、単純にこうなります。2の n プラス1乗分の a の n プラス1です。で、ここも普通に書くと、こうなるんですけど、2が1個分約分できるので、約分してここが1個減るから n 乗に変わるんです。つまり、ごめん。書き直すと、分母が2の n 乗の an になります。で、ここはもろに2の n プラス1乗で割ってるから約分して1が残ると。まあ、変形って言っていいね。変形じゃないって言っちゃったけど、変形だよね。結局はね。まあ、こういうふうに形を変えます。で、そうするとですね、ここを bn って置くことができるんです。まあ、ちょっと書いちゃいますね。で、こうなって、bn イコール2の n 乗 a の n 乗と置くと、当然ここは bn に変わります。で、ここの数字、まあ、n プラス1と n プラス1ねが揃ってくれてることによって、 b の n プラス1が2の n プラス1乗分の a の n プラス1と、ここを b の n プラス1に置き換えることができる。だから、こう置いたことによって b の n プラス1イコールここね、で bn プラス1ってめちゃくちゃシンプルな形に変えることができます。で、置き換えたら必ず初項をセットで書いておく。 b1 ここに1入れるからね、2分の a1、 a1 2だから1と、こうなります。だから、この状態からここに持っていけるかっていう。で、ポイントなのはここがちゃんと揃うこと。n と n、 n プラス1と n プラス1みたいな感じでね。もちろんこれが横に並ぶ状態もあるんですけど、それそっちであります、2番でね。で、これ何かっていうと、まあ、隣同士引いた時にプラス1、つまり1ずつ増える等差数列なんです。これすごいシンプルな形ね、等差数列。
だからまあ暗算でもいいんですけど、ちゃんとやると BN イコール初項プラスカッコ N マイナス1かける交差の1、つまり N、 うんっていう超シンプルだね。で BN が N と出ました。だからここに戻します。まあ、ここはもう前回のね丸ご飯と似てますけど、よって暗算で言ってもいいんだけど書けそうだから一回書くか。ここに N 持ってきますけど、ちょっとね右辺と左辺入れ替えちゃいます。2の N 乗、今こうなってる、ここに N 入れただけね。で結局 AN を出したいからAN イコール両辺2の N 乗をかけます。ここ分数と分母切りたいんでね、かけると、2の N 乗前の方がいいかな、2の N 乗かける N と、これが一般項で OK となります。まあ、シンプルなんでね、試しに1とか入れてみたら2の1乗かける1で2になってて、あ一致してるから大丈夫かなと。まあ、不安だったらね A2 調べても構わないですけど、まあ、こんな感じでやってみてください。よし、じゃあ2番いきましょう。で2番もまあ同じような方針でやっていきたいんですが、これねここに3の N 乗がいるんですよ。なのでさっきみたいに、まあ、何とかの何乗で割ってしまうと、ここがねめちゃくちゃでかくなっちゃう。なのでこういうのが分母にあるんだったら割るんじゃなくてかけてやってください。かける。でまあ3の N 乗があるから基本的に3の N 乗をかけることがほとんどです。ここが2の N プラス1乗だったんで2の N プラス1乗で割るみたいな、もちろんちょっと違う時もあるんですけど、まあ、大体それで倒せるからさ。だから試しに3の N 乗かけてみようと。でかけます。そうするとここがちょっとこういうかけ出しますね。3の N 乗 A の N プラス1と、でここも3の間違った N 乗の AN で、最後は3の N 乗ね、約分で消えてしまうので、4が残ると。はい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 。おかしいおかしい。ごめん。こっちだね。よっしゃー、じゃあこれで やってくかって思うんですけど、さっきも言ったように、N と N、N プラス1と N プラス1って揃えてほしいんですよ。ここはいいんだけど、NN だから。ここがね、N プラス1で N プラス1になってほしい。で、そうすると程よくね、Q がいるわけですよ。で、Q って3の2乗なんで、くっつけると本当は N プラス2乗になります。2個あるから。でもそうするとずれてしまうので、意図的に1個だけここに加えてください。つまりイメージは Q が 3×3 なので1個分だけくっつける。そうすると N プラス1乗になります。で3が余ってるから、あじゃあ3はここにくっついておこうみたいな、こういう変形をしてください。ここをちゃんと合わせるっていう狙いが大事です。で、そしたら、ここを BN って置く。なので、BN イコール3の N 乗 AN と置くと、で、ここは同じだね、N プラス1と一致するので、B の N プラス1になります。で、もともと3が前にいるから、3BN プラス1イコール、ここはね、そのまま BN。で、プラス4。で、初項も書いておきましょう。B1。1入れるんで 3×A11 だから3だね。どうなる。であとはこれを解いていくんですけど、係数がついてしまっているので変形します。全化式丸3でやったやつ、あのここ X って置いて解くやつね、一応やっとこうか。この2つを X って置いて解くと2、おおお2になるね。だから変形をすると 3BN プラス1引く2イコール、BN マイナス2と、こう変形できます。ここちょっとピンとこない方は全化式丸3見てください。そこで詳しくやってますんで。でやってって、どうしようかな。これね書く幅がちょっと詰めれば頑張れるかな。こんなに丁寧にやんなくていいからね、ほんと。やんなくていいんだけど、まあ両辺3で割りましょうか。プラス1、マイナス2。割ると3分の1、カッコ。こうなります。で、置き換えなくてもいいと思うんですけど、一応、ここをね、その時とやり方合わせたいんで、CN と置くと、ここが、
n プラス1になって3分の 1cl で置き換えたら初項も書いておきましょう。ここだね、 c1 はあいいな c n じゃない c1 は b1 マイナス2です。 b1 3なんでね、 c1 は1となる。はい、下はあまだいける。でまず cl 出しちゃいましょう。これは初項1で、項比3分の1なのでよって cn イコール初項1無視しちゃいますね。r の l マイナス1乗、これが cn になります。まずで cn 分かったからここに戻します。でさあ入るかな。でここに戻してあげるとよって bn は結局ね、このマイナス2をこっちに持ってくれば cn プラス2になるじゃないですか。 bn はだから cn これなので3分の1の n マイナス1乗プラス2と、で bn はこうなります。でも出したいのは an なんで、じゃあ bn 分かったから最後 an 出そうと。どこでつながってるって、ここだね。なんとかと置くとって場所でつながってるから、ここの bn で置いてあげる。でおお、なかなかしんどい置き換えると、で3の n 乗 an ここね、で bn まあ入れてあげて n マイナス1乗プラス2で、両辺ね3の n 乗で割んなきゃいけないので、これどうまとめようかな。まあ普通にまとめようか。これ多分ね、まとめ方がそれぞれ違うかもしんないんですけど、どうしよっかな。まあいっか。3の n 乗で割ります。割るので、これね、答えから先に書いてしまった方が多分いい気がする。3の n 乗で割ると、ここ下の3の n 乗が下に来るでしょ。でもともと3分の1の n マイナス1乗っていうのは3の n マイナス1乗分の1って書くことができます。1は n マイナス1乗しても1なんでね。でその3の n 乗で割るから分母に来るじゃないですか。3の n 乗割ってるんで、ってことはこいつと3の n 乗をくっつけるんですよ、掛け算で。で3ってとこが揃ってて掛け算だから肩の数字を足すんだよね、指数は。つまりここは n マイナス1と n を足してるんで、くっつけると 2n マイナス1乗になります。 3の 2n マイナス1乗でプラス2に関しては普通に割ってるだけなんで、まあ、こう書けばいい、3の n 乗分のっていう。で答えをちゃんと書くと、もう一回きれいに書き直すか。まあ、これは俺のまとめ方ね、ここはね。よいしょ。3の 2n マイナス1乗分の1プラス3の n 乗分の2と入ってるよね。だよね。これで終了となります。なかなかな形ですけどね。で、一応1調べてみましょう。1入れてね。そうすると、ここ、肩が1になるんで、3分の1です、こっち。3分の1。で、1入れると3分の2なんで、足すと1です。ちゃんとなってるから。まあ、不安だったら2で調べてもいいですけど、まあ、ひとまず今回はここまでとしておきましょう。いいかな。では今回は高校数学数 B の全化式丸6をお送りしました。もうちょっと詰まっちゃった。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回丸7がですね、隣接三角関ってやつで有名なやつなんですけど、元々の問題に A の N プラス2までいるんです。 N プラス2、N プラス1、N がいる有名なタイプの問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。